こんにちは。テンバーカデミー堀秀夫です。今日はアマゾン物販の魅力ということでね、改めてやっぱアマゾンすごいなと思う話を聞いたんでね、それをシェアしたいと思います。右から左に商品を動かすだけで月賞5000万円と。中国のアリババで購入した商品をアマゾンで販売するだけで月賞5000万円。人も使わず商品を選んで まあ中国からアメリカに動かすだけと。これで初めて1年と経たずに月賞5000万円。まあ、こんなちょろい儲け方があるとは笑えると。ね、これは昨日、えー、オーストラリアのインターネットビジネスをやる人たちのミーティングで聞いた言葉です。まあ、確かにアマゾンは売れる商品を見つけるだけで稼ぐことは可能と。アメリカ・アマゾンはライバルも増えているが、月賞5000万円が すぐに達成可能なほどに利用購入利用者も増えてる、ね。まあ、月賞5000万円という、ね、数字を目標にする人は少ないと思いますが、まあ、参考になることがあります。Amazon で重要なのは商品を選んで右から左に動かすだけ、ね。日本からアメリカに送るとか、中国からアメリカに送るとか、あるいは日本からオーストラリアに送るとか、えー、この商品を選んで動かすだけ。ね、しかし、 うまくいかない人はなぜか商品を選んで右から左に動かすこと以外に注力すると。商品探しじゃなくてね、そうじゃない別な調べ物とかね、いろんな税金の心配とか、なんかそっちに注力することが多々見受けられます。うまくいかない例ですね。逆に言うとうまくいく例っていうのはもう本当商品探しに集中してやってもらうといった場合は結構 結果出るのも早いですし。し、えー、余計なところでつまずかずに済むと。まあ、amazon で効率よく稼ぐには商品を選ぶことに集中するのが一番です。で、商品選びなんですけど、まあ、ユダヤ商法の原理原則としてですね。財布の紐が緩いところを狙って、利益率の高い商品を販売して儲けると。 その油大商法を手軽に試せるアマゾン室は稼げます。主婦でも300万、副業でも300万、本業だと1000万。これだけの金額をマイペースで一人で稼げます。日本に住んでるならアマゾン室で稼がないともったいないです。財布の紐がガチガチに硬い日本は、販売場所としては最悪ですが、仕入れ場所としては最高の場所です。アマゾンオーストラリア。 えまだ、このね、アマゾンのページでも始まったことになってないというね、まあ、どんだけアマゾンほったらかしてるんだ、オーストラリアって感じなんですけど、す、ま、で、あ、に販売始まってます。すで既に始まってるね、えー、アメリカ、えー、中国、ヨーロッパでは、もう、えー、かなりの利用者がいると、ね。まあ、かなりっていうのはなもんじゃないですよね。アメリカだとデスクトップで1億人、モバイルで7000万人、ねで、日本でもデスクトップで 1,700万人、モバイルで3,200万人が利用しているとで。ビジターはね、アメリカが一番多くて、まあ、これ月間1億7,000万人でアメリ。EU が1億2,500万人。まあ、日本が4,900万人と。ねまあ、デスクトップとスマホは多分重複はあるでしょうけど、まあ、こういう数字です。そんな中、ねえー、去年の12月5日にスタートしたオーストラリアアマゾンは過去最高の売上を上げました。 これね初日の立ち上がりとしては今までにないアメリカとか中国とかインドとか日本あるいはヨーロッパねどこの市場よりもぶっちぎりでオーストラリアは売れたとでオーストラリアはね、まあ、非常に所得が高いですでだからこそ高く売れる商品さえ見つければかなり稼ぐことができるとで 稼ぐにあたってのですね、儲けの公式なんですけど、稼げる額というのは、目利き力、ねえー、プラス労力か、かける労力、かける資本というので決まります。でね、えー、労力は、ね、やらなきゃゼロ、ね、やれば、まあえー、最大の値を10とします。資本も一緒ですね、えー、お金がなければゼロ、ね、お金があれば10とします。 でこれはね、0が一番小さな数字なんですけど、目利き力に関してはね、損する商品を買ってしまうと、ね。買って売ってマイナスってなるばかりじゃなくて、返品を食らいやすい商品とか、あるいは規約違反でね、えー、もうアカウント自体がなくなっちゃうようなものとか、そういうのもあります。で、まあ、サポートしてですね、儲かる商品を見つけて稼いでいくと。 でテスト的に少量,少量販売してね、儲かる商品を見つけてから、労力と資本を増やす。ねえー、これはまず、ね、目記力。あなたに合わせてできるだけライバルが少ない商品を見つけます。で労力は、これは一番手間のかかる、えー、梱包発送、クレーム処理は FBA を使うので、Amazon がやってくれるので、手間いらずです。で資本。まあ、これはね、借り入れまたは節約で増やせます。 今の日本だとね、えー、借り入れ怖くないって方には、借り入れがね、えー、しやすい、非常にいい環境です。でそうした中で、ね、いくら稼げるかということなんですけど、まあ、冒頭の例のようにね、まあ、えー、商品さえ見つけて、どんどん売り上げ増やしたければ、一人でやって月間5000万って人もいると。 逆に、一、まあ、人でもしかしたら、1億ぐらいやってる人も、えー、いてもおかしくないと。日本でもね、1億円ぐらいやってるプレイヤーっていうのは、えー、日本史上で、厳しい日本史上で売っていながらも、1億円以上ってのは割といますからね。えー、その人たちが、まあ、商品を選ぶだけで一人でやってるのか、まあ、人を使ったりしてやってるのかは、わ、まあ、かりませんけど、アマゾンの仕組みの場合ね、商品選ぶだけなんで、一、えー、人で1億円以上も可能という形なんでね。 いくら稼げるかっていうのは、少なくとも目標の金額がね、稼げないというような市場じゃないと。で、よくね、まあ、アルバイトとか会社の給料とかね、時給換算というのを、まあ、やる方が多いと思うんで、時給で分かりやすく言いますと、例えば月30万稼ぐためにはね、時給2000円分の仕事をすれば、1日5時間働いて30日、それで30万という形になります。 これ時給2000円っていうのはね、えー、先ほども言ってるように、えー、商品選びに特化すれば、まあ、全然達成可能な数字です。で、これ、目利きしてればね、えー、どんどん、えー、目利き力アップしてきます。儲かる商品をどんどん売ってれば、儲かる商品が、えー、もう本当、感覚というかね、で分かるようになってきます。で、またね、えー、リピート販売、ね、売れた商品をまた売るっていうのは基本なんで、まあ えー、メキ利きも一番大変なのは、ほんと最初のうちだけと。で、時給換算で5000円ぐらいね、稼げるようになってくると、まあ、例えば、まあ別にその、月30万で自分は十分だと言うんであればね、1日の仕事を2時間に減らしちゃうと、ね、いうことも可能です。1日2時間しか働かなくて、まあ、えー、月間30万。あるいは、えー、今までと同じく、1日5時間働ければ、えー、時給5000円で5時間で、えー、75万円と。 で100万以上稼ぎたいなら、逆にね、もう時給5 0円になったら、もう働く時間増やそうと。今、効率いいから稼いじゃおうと。言うんであれば、えー、8時間働いて120万というようなね、えー、数字になります。まあこれね、えー、物販ですからリピート販売とかいろいろ考えると、この時給換算っていうのはあんまりそぐわないんですけど、まあ、ただ割とね、この説明の方が理解しやすい方もいるんでね、まあこの時給換算って話するとこんな風になると。ね、で、 先ほどのその目利きがマイナスがあるっていうように、えー、転売全然やったことない人とかね、えー、慣れてないうちから自力でやるとこの時給がすごい低くなったりマイナスになっちゃったりしちゃいます。ただ、まあ、儲けられる目利力はね、販売市場をオーストラリアにするとハードルが低く簡単です。日本市場で輸入品を販売して儲けると。ねえー、これは、 100円ショップダイソーが勝ってる、一人勝ちしてる理由はね、海外進出と日本市場でも日本に来る、ね、旅行者を相手にしてると。日本人を相手に旅行、えー、販売してないから、えー、儲かってるという形なんでね、この日本市場で輸入品を販売して儲けるというのは非常に厳しいです。市場もちっちゃいしですね。で、アメリカ市場に日本製品あるいは中国製品を販売して儲ける。これは、 市場はでかいんですけど、かなり商品選択のハードルは高いです。まあ、ただね、高いハードルをクリアすれば、えー、冒頭の例のように、まあ、月間5000万円売れる、えー、楽に売れる市場ではあります。ちなみにアメリカ市場っていうのはね、えー、日本とかアメリカ以外だと、まあ、一人勝ちのユニクロもね、アメリカじゃ歯が立たないと。テ、ね、店舗は出すけど、全然うまくいかず撤退してます。それぐらいアメリカ市場は厳しいです。 で3番目、まあ、オーストラリア市場。まあ、これがやっぱりおすすめなんですけどね。オーストラリア市場に日本製品あるいは中国製品を輸出して儲けると。まあ、何しろ、オーストラリア市場にはまともなライバルがいないです。ね、弱い相手しかいない場所で戦うのが、えー、戦いに勝つ最も、えー、有効な方法であると。でオーストラリアアマゾン参加するには、まあ、参加方法とはね、えー、きちんとサポートしてます。 えーまあ、特段何,何が必要っていうのはね、えー、ないです、えー。普通の日本人になれば参加できます、えー。そんなわけで、オーストラリアアマゾン、非常に稼ぎやすくなっています、えー。今年2018年は、オーストラリアアマゾンで、えー、稼ぐスキルを身につけてはいかがでしょうか。えー、ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください、えー。ダイソーなんかで10倍以上で売れる商品なんかも、えー、いくつもご紹介しています。 こちらチェックしてねまずはサポート受けにはいくらかかるか、どんな条件が必要か、どんな商品が売れてるかチェックしてみてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。